演武開演。どうも、本日はこちら黒川の醤油豆というものを食べたいと思います。この中に入っているお豆はお醤油に使っているということなのでしょうか。どこから切ればいいのかな。あ、ハサミいるかと思ったらいませんでした。では五回目、ちょっと危ないな、これちょっと怖いな。こんな感じですね、中身は。ではなんだかゴロゴロしてます。美味しそうです。お豆も大きいし。ではいただきます。確かにこれだけ大きいお豆って珍しいですね。甘露煮のようにも見えたのですが、醤油が加わっているのでちょっとしょっぱさもあって、お豆も大きいのでお豆の食感も味わうことができました。量の割に満足感のあるお豆でしたね。これはすごいです。これが郷土料理として食べられているところなのでしょうか。なんだか羨ましいですね。ではこれ、穴の中、新年越すほど参ったぞ。なんだか冴えないですね。こういうのは難しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。